どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ケーキのね、お店、チェーン店のね、シャトレーゼって皆さん知っておりますかね私のね、自宅の近くにもね、このシャトレーゼっていうね、ケーキ屋さんあるんですけども、まあ、名前はね、結構有名だと思いますので、知ってる方ね、多いと思うんですけども、本日はですね、こちら視聴者の方にね、教えていただいたんですけども、 このね、シャトレーゼのケーキ屋さんのポイントがですね、なんとホテル宿泊にね、使えるということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいな、なんていう風に思います。ということで、このね、シャトレーゼっていうね、ケーキ屋さんがですね、このね、シャトレーゼホテルっていうのを、まあ、保有しているわけなんですよね。で、このホテルがですね、 ポイント、シャトレーゼのね、ケーキ屋さんで貯めたポイントをですね、このね、ホテルに利用することができるプログラムがね、あるって言ったがになんですよね。皆さん知っておりましたでしょうかねもう私もね、全然知らなかったんですけども、こちらね、調べてみたらですね、ケーキ買ったポイントで、それを貯めていくとですね、このホテルでもね、利用することができるということで、これね、最初聞いた時ね、結構貯めるのむずいのかな、なんていう風に思ってたんですよね。ホテルが利用できるって結構不思議じゃないですか。で、必要ポイントと もねすごい多いい多みたいなまあ、そういった感じで、まあ、ちょっと使いづらいのかな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども。 これからね、クリスマスシーズンですよね。このね、シャトレーゼポイントをね、食べる一番のお得な方法はですね、クリスマスケーキのね、小規約がね、一番いいということで、ちょうどね、この、これからの季節でね、クリスマスシーズンになっていきますので、もしね、クリスマスケーキとかね、購入される方であったりですね、またね、誕生日ケーキとかですね、まあ、これへのケーキを買うタイミングをですね、まあ、シャトレーゼにね、集めていただければ、まあ、十分ね、狙えるのではないのかな、なんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、 最後までご覧いただければなぁなんていうふうに思います。それではですね、こちらね、シャレットレーゼの公式サイトということで、シャトレーゼのポイントサービスねえ、ポイントのね、お得に使おうということで、まあこういったところでね、使えますよっていうのはね、書いてあるんですけども、このね、リゾートホテル温泉旅行で癒されたいっていうね、こちらですよね。 はい。で、こちらね、最小700ポイントからね、利用することができて、まあ一番高いところはね、1200とかね、1500とかそのぐらいだったと思うんですけども、まあ最小700ポイントからね、利用することができるって言ったがちになるんですよね。で、ポイントを申し込みはこちらっていうのをね、クリックしていただくと、まあこういった感じでですね、私は今ね、0ポイントなんで、まあ交換することできないんですけども、こちらね、700ポイントからね、静岡県熱海のペア宿泊券とかですね、1000ポイント貯めていただければ長野とか、 山梨とかね札幌とかのね1泊2日の、ね、宿泊券が利用できたり1,500とかね貯めていただくと2泊3日のきペア宿泊券とかもね獲得することあ交換することが、ね、できるっていうふうになりますんで、まあ、長野とかね静岡であれば700ポイントから利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、こういった形になってるんですよね。でこのねシャトレーゼのねケーキ屋さんのポイントっていうのはねどうやって貯まるのかっていう話なんですけどもこれがですね シャトレーゼの店舗及び八つ時店舗またはホームページにて商品を購入された際にポイント加算がされます。1回のお買い上げごとに100円で1ポイントはね、貯めることができるっていった形になるんですよね。 でこちらはですね700ポイントからっていうふうになりますんで、まあ、100円で1ポイントっていうふうになりますんで、まあ、700ポイント貯めるにはですね、まあ、7万円の決済をこのねシャトレーゼでしないと、まあ、この7万700ポイントにはね交換することができないっていうふうになりますよね。でケーキ屋さんでねでケーキ屋さんでね7万ポイントって結構ハードル高いじゃないですか。 まあそんなに使わないよっていうのはね、まあ皆さんの率直な感想だと思いますし、私もね、7万はさすがに使わないなっていう感じが。 しますよね。はい。私もそう思ってたわけなんですけども、冒頭にも言いました通り、このね、シャトレーゼのポイントをね、一番お得に貯める方法っていうのは、クリスマスケーキの早期予約っていう風になってるんですよね。ですので、こちら下の方に行っていただくとですね、こちらですね、10月の31日までに予約していただいて、 え、利用していただくとですね、ポイント8倍がね、適用されるって言った形になるんですよね。ですので、今月ね、1杯でですね、このシャトレーゼで店舗受け取りで、 クリスマスケーキね、予約していただければですね、ポイント8倍適用されるっていう風になりますんで、まあ100円で1ポイントのところが、100円で8ポイントがね、獲得することができるって言ったがちになるんですよね。ですけども、9000円もね、ケーキ買わないですよね。まあこのケーキとかね、1万5000円ぐらいするんですけども、これね、店舗受け取りできなかったりするんで、まあこれだったらね、ダメだったりするんですけども、まあそんな高いケーキね、まあ購入する方ね、ほとんどいらっしゃらないと思うんですよね。まあ私もね、じ 自宅で購入するの、まあ、せいぜい3000とか4000とかね、まあ、そのぐらい、まあ、良くても、ま、5000円ちょっと超えるぐらいな景気になるかな、なんていうふうに思うんですよね。で、こちらね、このシャトレーゼのホテルのポイントっていうのはですね、ポイント有効期限がですね、ポイント有効期限は、ポイントサービスの最終ご利用日の翌日から起算して1年間となりますということで、ポイントサービス利用日の翌日から帰算して1年間ご利用がない場合は、 ポイント執行になりますっていう風になりますんで、またね、具体的な日付に関してはお買いのレシートに、えー、確認してくださいということで、まあレシートでもね、確認することができるわけなんですけれども、こちらね、利用した翌日から起算して1年間っていう風になりますんで、このね、無理して、このクリスマスケーキをね、高いのを購入しなくてもですね、まあ普通にね、購入していただいて、またね、日々、えー、ご家族のね、誕生日とか、まあそういったね、タイミングの家族でね、ケーキを購入 するタイミングでこのねシャトレーゼで利用していただければですねまあコ,コ,ツコツコツねポイント貯まるっていう風になりますんでまあそういった感じでね利用していただければですねこのね700ポイントもねそんなに夢じゃないかななんていうふうに思うんですよね是非こういった感じでですねシャトレーゼでポイントを貯めるとですねホテルの 宿泊券にね、交換することができるっていう風になりますんで、皆さんね、ぜひ利用されたい方はですね、チェックね、してみていただければな、なんていう風に思います。で、私はですね、あの、実際ね、ちょっと利用してみたいということで、えー、予約ね、入れさせていただいたんですけども、ちょっと自宅とね、あの、家族の分のケーキね、一緒に購入させていただいて、まあ、このね、サンタ、クリス、えー、サンタハウスデコレーションね、こちら非常に可愛いですよね。はい、これちょっと5800円、税込み6200円。 64円のね、ケーキを2つね、あの、購入予約させていただきました。でですね、先ほど言った通りですね、10月の31日までポイント8倍がね、適用されるっていうふうになりますんで、こちらね、会員登録していただいて、ウェブ店舗受け取りでね、予約していただくと、こちら最終画面でですね、ちゃんとポイントボーナスポイントがね、表示されるっていうふうになりますんで、まあこれね、まあ私はね、こちら2つでね、132500円か。 ぐらいするんですけども、え合計ポイントがね、1000ポイントこれで稼げるっていう風になりますんで、まあこれでね、対象ホテルでね、一泊しに行こうかななんていう風に思ってるんですけども、ちゃんとね、予約の購入画面でですね、このボーナスポイントのね、表示もされるっていう風になりますんで、まあ非常にね、安心して、まあ、予約ね、できるのではないのかななんていう風に思いますので、まあ、もしね、興味のある方はですね、ぜひね、利用していただければななんていう風に思います。 ということで、今回ですね、ケーキ屋さんのシャトレーゼのポイントをですね、貯めていただくと、 ホテルにね、利用することができるということで、解説で、ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、興味のある方はですね、ケーキね、利用する際にですね、シャトレーゼにね、えー、集めていただいて、ポイント貯めていただいてですね、ぜひね、利用してみていただければな、なんていうふうに思います。口コミとかをね、見てると非常にね、いいみたいですので、ちょっとこれはね、楽しみだな、なんていうふうに思っております。またね、ちょっとツイッターの方で教えていただいたんですけども、意外にですね、このね、ポイントで予約できる枠っていうのが結構埋まってるみたいですので、 あのまたね、空き状況とかもね、電話でしかね確認できない、またね、宿泊券はね、6ヶ月の有効期限ということで、有効期限も短いみたいなんでね、先に電話を予約してからですね、宿泊券もらった方がね、おすすめっていうのことをですね、Twitter の方でね、教えていただきましたので、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。 ということで、今回の動画でね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイはい、ということで、おまけ動画ね、やっていきたいな、なんていうふうに思うんですけども、こちらです。 レボリュート10%キャッシュバックキャンペーンが来ました。またね、海外の利用でも今回 OK っていう風になりますんで、めちゃくちゃね、おすすめです。ということで、詳細ね、ちょっと画面切り替えてね、やっていきたいなと思います。ではこちらね、ちょっと私のツイッターでね、申し訳ないんですけども、 えっとね、公式サイトはね、これメールで来たんですけども、ちょっとね、見当たらないので、すいませんけどこちらで失礼させていただきます。期間がですね、2023年の10月の16日から、10月の11月の15日まで。で、キャンペーン対象者が、国内銀行から銀行振込みよりチャージを行い、レボリュートリアルカードにで、実店舗で物品やサービスを利用した方ということで、こちらね、ネット決済はね、対象外っていうふうになりますんで、この点注意してください。で、今回のキャンペーンの特典ですね。ちょっと 分かりづらいんですけどもみんなの銀行って結構前に、ね、動画出させていただきましたけどもあのみんなの銀行ですねこちら利用していただくと振り込みですね10%キャッシュバックが受けられてその他だと7.5%っていう風になるんですよねでこのね。 みんなの銀行っていうのはえ、ずっとやってるんですけども、口座解説と紹介コードを入れていただくとですね、1000円の現金がもらえるキャンペーンがね、来ているっていうふうになりますんで、こちらね、みんなの銀行からまあ振り込んでいただくと10%還元が取れるっていうふうになりますんで、このね、みんなの銀行から振り込むとですね、一回ね、300円か200円のね、あの、振り込み手数料かかっちゃうんですけども、まあ、紹介コードね、入れていただいて、口座解説していただければですね、まあ、1000円分もらえるっていうふうになりますんで、こちら ねぜひみんなの銀行からね利用していただければななんていう風に思うんですよね。でこちらのダウンロードリンクとかね紹介コードも概要欄に載せておきますんでぜひこちら利用していただければななんていう風うに思います。で還元のね詳細なんですけども。 えこういった形になっておりまして、みんなの銀行からね、振り込みしていただいた場合ですね、レボリュートっていうのはですね、プレミアムとメタルとスタンダードって会員分かれておりますけども、まあ、ほとんどの方はね、無料会員のスタンダードだと思いますので、まあ、こちら中心に話しさせていただきますけども、みんなの銀行から振り込んだ場合ですね、 10%還元っていう風になりまして、上限が3000円って言った形になります。ですので、対象支払い金額は3万円までの利用がね、対象っていう風になりますんで、みんなの銀行で3万円振り込んでいただいて、3万円利用していただくと10、10%還元のね、3000円が取れるっていう風になりますんで、 このレボリュートのキャンペーン何がいいかって、ま、この残高でね、返してくれるっていう風になりますんで、ま、3万円使っていただければですね、3000返してもらえて、そのまままたね、クレカ決済でアマゾンギフト券購入していただいてもいいですしね、普段の買い物していただいてもいいんですけども、キャッシュバックで返してくれるっていうのはね、本当にいいですよね。で、一応ね、プレミアム会員とかメタルとかね、有料会員の方はもうちょっと還元額が上がるっていう風になるわけなんですけども、こういった形になります。で、その他の銀行の場合なんですけども、 もしね、みんなの銀行じゃない場合は7.5%還元っていう風になります。で、最大が2000円までという風になっておりますので、対象支払い金額は26,670 26, 円までの利用で2000円がね、返ってくるって言った形になるんですよね。まあ、こちらね、ちょっとあの細かいですけども、まあ、こういった形になっておりまして、プレミアムメタルだとですね、 還元額はね、上がっていくっていった形になります。まあ基本的にはね、あのみんなの銀行口座開設していただいている方もね、これから 口座解説する方もですね、まあみんなの銀行を利用していただいた方がですね、還元率上がるっていう風になりますんで、ぜひね、こちらで利用していただければなと思います。で、キャッシュバックの条件がございまして、1万円以上の、ね、利用しなきゃいけませんので、この点はね、注意してください。またね、え対象点はえ、実店舗のリアルカード決済っていう風になりますんでえ、物品サービスの購入に限定されます。オンラインショッピング、または電子ウォレット、金融サービス、プリペイド、ギフトカードへの支払いは、 ッバク対象外とということで、こちらね対象外があるっててていいいいいううことは是非覚えたいいただきたいななんていうふうに思いますで外貨の支払いもキャッシュバック対象っていうふうになっておりますんで、今後ね、海外とかね、この期間中にね、行かれる方、11月の15日までですよね。はい、私もちょうどね、あの、海外この期間で行きますんで、もうレボリュートでね、利用したいな、なんていうふうに思ってるんですけども、まあ、この機会でですね、海外行かれる方もね、このキャンペーン非常におすすめっていうふうになります。で、特典付与はですね、 2024年1月中旬っていう風になっておりますんで、この点もね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。ということで、レボリュートね、10%還元、またね、えー、みんなの銀行ね、コード解説で紹介コードを入れていただければ、プラス1000円もらえるっていう風になりますんでね、こちらぜひ利用していただければな、なんていう風に思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ